聖、フィデス、または聖フォアは、ローマ帝国のキリスト教徒の少女で殉教者。カトリック教会、聖公会の聖人。10歳、または12歳で殉教したと言われる。祝日は10月6日。殉礼者、囚人、兵士の守護聖人。表彰は焼き網、剣、棒など。フィデスは、ガリアの都市やジャンの貴族もしくは、役人の娘として生まれた。 当時ローマ帝国では、キリスト教は弾圧されていたが、彼女は乳母に教えられ、キリスト教徒となった。フィデスは、家のパンをエプロンに忍ばせて、貧しい人々に配っていた。ある日、父に見つかりエプロンの中身を質問されたが、神に祈り、お花よとこだえると、パンは、公職の花に変わっていた。ローマ総督は、フィデスを尋問し、その信仰が固いことを知ると、 鉄製の火炙り機に彼女を裸で寝かせ、火を入れた。その時天使が舞い降り、羽ばたいて火を消し、彼女に冠と絹衣を授けた。総督はフィデスを残首刑に処し、彼女は殉教した。五世紀頃、その墓の上に小さな教会が建てられた。886年、ン区の修道士がフィデスの繊維物をアジャンから持ち出し、自分の教会に安置した。 それ以来コンクでは、囚人や病人が救われるなどの奇跡が次々と起こり、巡礼者が絶えなくなった。フィデスは、巡礼者にいたずらをすることもあったが、これは他の聖人には見られない性格である。また彼女は大変なおしゃれ好きで、夢に現れ宝飾品を祭壇に捧げることを要求した。一方で、教会の財産を奪おうとする者には厳しく、罰を下した。 ありがとうございます。